はい、どうもこんにちは、芸人ギルドです。よろしくお願いします。はい、というわけで今回も真夜中の自主連会でございますけども、ひっそりとね、西さんには内緒でね、鶴瓶さんこと佐藤さんも入れて、鶴瓶ちゃんね、まあちょっとね、やっぱりせっかくこうリグマっつって縄張りバトルとは違う環境なので、はい、まあ、いろんな武器触ってみればありだと思うんですよ。あ、確かに。なるほどね。ここでむしろちょっとめちゃくちゃ気になってるけど、やっぱ縄張りで使わないって言われてたからやめてるって武器やるのありかもしれない。それこそ相手に来たら嫌な武器とか。俺、俺プライム使いたいです。あ、いいんじゃない、使って。やった、ニッサンにおられたやつセロハンテープでくっつけたんだよな。置いてたんだよな、家に。じゃあ味覚作ったんだよ、疑似に。俺はもうみんなのサポートができるやつにしますんで、もうみんな使いたい武器使ってください。僕はこのまま行きますけどね。ザップ？はい。だってザップが使いたい。だって経験値を貯めたいから。僕は皆さんとはちょっと見てるところが違うかな。なるほど。他の武器使ってでもこの武器って、あ、こういう弱さがあるんだ、こういう強さがあるんだ、そういう経験値はいらないってことですね。僕はもう全部それデータで取ってるんで。まあプロ、やっぱ小池プロだよな。で本当に、はい、確かに名前がダサいだけな。名前がダサい？バーテックス、名前がダサいだけなければ一番かっこいいでしょ、バーテックスって。頂点って意味ですよ。意味、怖い。寒気がしてる。高校の時の自分思い出したよ。よくあるやつ、夜に。佐藤さんも今日はプライム。あ、うん、あ、プラニ。あ、敵もプラニだ。プラニだ。まあ、プライムベッチュもマジで強いですからね。超強武器。もっと強かったって思うと。震えますね、腕が。血の気が引く。プライム、あ、もう俺やっちゃうとさ、三角センターからプライム来てます。いや、左だ。ナイス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 。あ、よいわちゃん飛んじゃって。手前側とかは塗っときます、戦う場所は。なんかポポポポって距離裏だ。後ろ。オッケーオッケー。やってナイス。こっち乗るわ俺。元気玉初めて投げて投げ方わかんなかった。あー、ボムと一緒ですね、ボムと一緒。ナイスナイス。それ富士さんいますから、右いますからね。それ富士さん、俺無視して乗ってますからね。やれる。任して。ナイス。あ、まうん、おお、それ死んじゃう。ナイス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 よ。あ、ごめん。どうも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 。17、16、すごい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 。体乗っけてる。オッケー。7です。うん、ごめん。ここはもう無理しないタイミング。中央塗っときます。はい。あー、プライムそんなに塗り考えなくてもいいか。まあ一応そんなにね、結構あの塗るために塗って戦うときにインク切れって結構怖いから、あんまり無理に塗らなくていいよ。了解です。うん、多分だけどね、大体多分でやってると思っていただければ大体なんだろうなってね。いやー、ごめん、右。大丈夫です。デュアルスイーパーカスタム。1匹やった。2匹やってる。乗ります。はい、前出ます。俺乗ってくわ。オッケー。ちょっと俺落ちちゃう。オッケー、ごめん、かぶった。ああ、ちなみに岩下と佐藤さん、あのスプラッシュボム投げるとき地面転がすといいっすよ。爆発までのスピードが速くなるんで。おい、ワン番目からカウントなんですよね。フラッシュボムは地面についてからカウントが始まるんで、地面に転がすようにやると結構あのマジで避けられないレベルのスピードで爆発するんで。ごめんなさい、右で二丁拳銃に行かれてる。あー、やばい、やばい。どこ行った。一旦ちょっとヒカ忍者強いな。
も全然無理じゃなくて、1個行っていい、1個、1個行かれていい、1個行かれていい。関門行かれていいから、しっかり準備してから。おい。引き落としてまーす。ここの関門マジ止めやすいから。やばいやばいやばい。ナイスナイスナイス。よし。オッケー。うわマジ。それ激怒です藤さん。あと一発で死ぬ。あと一発かにやつ。やったやった。ナイス。あこれ距離勝てねえんだ。うわーやっちゃった。藤さんごめん。うん大丈夫。全然ね。なんでかっていうと7だからこっち。左ゴムのところ。ごめんなさいやられー。2、1ね。やられー。この関門止めれば勝ちっす。あ止まんないんでちょっと頑張りましょう。左。ずー戻し。いやーくそ。惜しいやつ。ナイス。ガチやぐらいのやつやり。ナイスこいつさー。出落ち。戻ろう戻ろう。真ん中塗った方がいいんかなこういう時。俺このムツゴロマジわかんねえんだよな。塗っとこいでしょ。なんか怖いから。なんだって。ナイスボム。ナイスボム。残り10秒。アーマーもし取り返された時のためにアーマー。はーい。アーマーとあれしたい。はい。オーケー。ナイス。うん。どうすかプライム。プライム強い。強いね。ちなみに佐藤さんの持ってるプライムはまだ箱出しですからね。箱出し。それカスタマイズして最強の武器になるんで。あ、俺と使ってるやつ一緒っすか。一緒。佐藤さん疑似二角って知ってます。あ、知ってるよ。知ってんのかい。知ってます。ギアが追いついてないだけかい。真夏ね。チーム真夏ね。いい名前だ。真夏ってかっこいいな。やるよ。言ったろ。それに反して。バテックスかっこいいだろ。かっこいいだろ。バーテックスの前に叩かれるわこれ。いやなんで叩かれない。面白い。一番ちゃんとかっこいいじゃん。七面鳥が一番見てるからな。ちなみにこのチャンネル。これなんかフーディさんにあそこ面白かったですって言ってましたよね。そうちゃんと楽しんでくれてる。ファンとして。やばい危ない。ナイス無理しない。グーゲルしないば腹立つな。左棒いない？棒棒やった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 。棒がもう。棒とセンターマナツね。センターマナツ。ガロンだ。棒すぐやってくれ。棒すぐやります。すいません。クーゲル行こう。あ、クーゲルはもうやれます。いやごめんローラ。ナイス。オッケー。前でるんで乗っといてください。はーい。僕か佐藤さんで乗りましょうか。うん。確かに取るぞ。僕前出ますね。あれ藤さんかぶった俺ごめん。あかぶったかもごめん。スーツやっちゃおう。うわー あーなんか俺だけ弾け飛んだ。いや真下投げてる。オッケーナイス。ガロンガロンいますね。96ガロンですね。プライムよりちょい長かな。プライムと同じぐらいの射程やって二角でめちゃくちゃレート低いです。トッ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 トぐらいのスピードでいってます。棒やった。ナイスナイスナイス。棒やり。わあ真夏コンビが真夏コンビがあの離れ小島に大丈夫。やばずっとボム投げてます。じゃあインクアーマー出します。はいお願いします。いってらっしゃい。やめろ。ナイス送ってる時にやられた。もうナイスは送らねえことにした。ここ相打ち。真夏が先頭います。ナイスは暇な時だけでいいよ。ナイス送ればでも自分のスペシャルゲージで溜まるから。周り塗りましょうか。で、いい。その塗りもね任していいよ。左にいるな。いやーローラごめん。ローラにやられた。ああ、牛か。やべ。お、ナイス。もうガーッと触ってていいですよ。
いやもう無理なのよこれ。サンタさんのそんな声初めて聞いたら。こんな、うん、強いな。同じとこにもあるとこ。ローラー後ろ。はーい。ローラーって言ってた。やべ、オーケー殺しちゃった自分の。あーもうインクなくなんのよ。ローラーまだいますよ、自陣坊やさん。オッケー、坊に戻したよ。大丈夫、進んでないんで。いや、グラス進まなきゃね、正義です、それが。ジェッパやったよ。ナイス。ジャンプやりクーゲルやり、クーゲルか、わかんないけど。ローラーやり、ナイス。ウィさん前を押してください。はい、ボムでカバーするわ。吐いちゃうよ。オッケー。はい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 、甘い甘い。おお、これはまずい。あごめん、はい、大丈夫です、体入れます。大丈夫です、体入れてます。はい、素晴らしい。二冠門、二冠門行ったのはもうね、これだいぶ相手きついですね。1分13秒ね。あぶねー、落ちるとこだった。ここ今しょうもねー、かますとこだった。ここはねー、岩下それ以上落ちちゃダメよ。よし、あ、もう来てるよ、目の前。それ2人やろ。いやーごめーん。ここー部品大丈夫、オッケーです、大丈夫です。あと1巻もあるから、なんと彼らには。その位置関門もまあきつい。まあきつきつ。左左にあれ。はーい。左玉います。大丈夫です。おお、そこ飛ばしてきたか。なるほど。あ、よし、左から。ローラー左。ああ、よしよし。そうなんですね。なんか敵一番落ちたかも。なんか真後ろ向いてる人がいた。止まって。ローラーやり。いや、落ちてないね。落ちてないか、なんか考え事したね。なるほどね。はい、もう一枚やり。左ガトリング。ボム投げて牽制。ふいさん、それ足元塗るわ。大丈夫。もうやっといた、もうやっといた。はいはいはい。はいはい。くそ。ああ、しょ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 。今ちょっと俺の画面使ってほしいな。ナイス玉どっちが先に投げるかで、もうずっと右手にナイス玉持って睨め合いっこしてて、こうやってうわっつって。まあね、敵が来たら投げようでね。そうそう、ね、絶対そうなんだよ。え、すぐ。いや、素晴らしいね。いや、プライムなのよ。うん、プライムはね、倒せるって楽しいよね。倒せるって楽しいし、あと距離の防御があるから。うん、うん。これでもさ、はい、プライム持ってキル取ってないと叩かれんじゃないの？プライムはまああの、ね、と IQ です。確かにキル武器。IQ。はい、倒しに倒していかないと。やめるわ。あれ一番コメント気にしてる。今までで一番コメント気にしてる。あ、佐藤さん帰って。佐藤さん間に合う。佐藤さん。佐藤さん。三人でやりましょうよ。でも説明してなかった。強制的に1分経つとやらなきゃいけないって。大丈夫大丈夫。俺プライムで基本的に15キルいけるから。よし、行こう。何言ってんだろう俺。わかんな。プライムで15キル。夜も遅いからね。あ、そこ下がってきた。うん、あ、降りると早いんだった。俺勝手に60秒で始まっちゃうんです。うん、あ、後ろ理解。うん、ダイナモク。あー、また棒いんじゃん。もう棒はこのルールはもうお墨付きですよ。ダイナモ2枚いるな多分。あ、でもダイナモのカスタムか。応募はそんなに。応募一丁やり。何する。風呂がいいんだよ、風呂が。応募と風呂にしばかれまくりまくした。よし、止めた。よし、あー、むずっ。よっしゃ、乗ります。あ、ふいさん乗る。あ、俺が乗り、もう乗り。真ん中二人。センターね、センターね、センターね。はいはい。裏回ってきた棒。棒やった、棒やった。
いやーごめん、ちょっと前が、前がね、真ん中やった、真ん中やった。前小池さんが詰めんのかな、武器的に。なんでもできちゃう、俺はこの裏にいるのどうにかしてほしい。おナイスナイス。え、棒二人いんの？棒二人います。安心してよ、違う種類の聞いてないよー。あー棒だ、風呂だった。風呂かい風呂もいる。便所か、あれなんだ便所って便所出すわけないでしょ推薦推薦かゲームでとうとうのね、とうとうコラボ、とうとうコラボ武器出さないで。えずー誰か取ってください、代わりに。オーケー、ちょっと待ってね、俺乗るわ乗るわ。風呂長えな。あーナイス球投げられちゃうかな誰かの横で俺はもう、あーくそー。まあ一関門突破したのでかいっすよ。うん、1枚やり、ダイナモがいるのがめんどくさい。あーまあ違えたー、全員やった、3枚やった。ノーイズー、激アツー。全然ってことはもう1枚いるとか。いや多分激アツバーテックスだな。ありがとう。あーい、ここにいたかバーテックス。あいつバーテックスじゃねえよ、あいつ、あの人にしてなに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 、やばい、ナイス球を海に投げ捨てちゃう。みんなから集めたナイスをいらねっみんなのナイス無駄にいっちゃった。あ面白い、スープラ楽しいエンジョイ会よ今日。いや、いいっすね、やっぱこうやって楽しんでやんなきゃ。でも、うん、まあね、コン詰めてね、練習練習ってするのもやっぱり良くないから。じゃあイラッとしたコメントでも言ってきます、みんなで。やめえどういうエンジョイ、あれ、あ、わかるー、それお前のお前のエンジョイなんだよ。あ、やべ、後ろにいる。あ、うまっ、天才、びっくりしちゃった。あー、それ無理。いやごめん、ダイナモやったけど負けちゃった。十分十分、一回引くわ。大丈夫ですよ。いい判断。一回引く判断できる。お風呂三蔵やりました。やっぱりドランクドラゴン鈴木拓さんの奥さんもスプラトゥーンをやられてるんですけど。ほう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 。めちゃくちゃちゃんと引くっていうことを覚えたら世界が変わったんです。へえ。おっしゃってますね。おっしゃってたそうですから。やっぱ本当引くって大事なんですね。それだけこの足場が大事なゲームなんですね。風呂。そんな上からシャパシャパやってもさ、うわわわ、ハサミうちっこだ。うわ、なんとなくナイス玉でやられた。そう、いや、あれは計算され尽くしたナナミのナイス玉ですよ。本当、はい、全てを。あ、スフィア手前で吐くよ。じゃあ奥ナイス玉打つね。やばい、これ間に合わねえ。あー間に合わねえ。体入れた、俺ともあろう。体入れてました、体入れました、体入れました、体入れてけ。どまい。うわ、全然中間見てない。最後の最後でまくられたな。さあ、があれば勝ってたのに俺。バカ。マノワミスさ。いや、俺がナイス玉を海に投げなかったら勝ってた。俺初めて見たもん、ナイス玉が海に入ってくる。やっぱ水に弱いのかな、ナイスの。ヒュン。ギュパって。クワッドホッパーにしたわ。珍しい、ね、これはでもね、俺はこれやっぱ理論上最強だと思ってるから。出た、フージさんの大好きな言葉、理論上最強。だって4回スライドできんだよ。理論上最強の動物って何なんですか。理論上最強の動物はやっぱキリンになるんじゃない。キリンのカバでしょ。キリンの喧嘩って見たことある。あります、あります。首叩きつけるやつ。あれがやっぱ相手の急所に当たったら全員やれるし。クマも同じこと言えるわ。いやでもクマほら届かないから急所に、射程が。そう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 、まずね。
射程があるってやっぱ、だからこのゲームやっぱ理論上最強チャージャーだから、言うて、クワッドの、その角度どうやって当てたの、どれの武器ですか、いや馬を、え、おい、スナイパー、スナイパーは結構弾でかいね実は。え、それ当たるのって結構ありますよ。まずいぜまずいぜまずいぜ、うわーうまーい、エサ2枚落ちてます、乗っちゃって乗っちゃって、いやそれは無理よ、やられた、もうナイス様、ナイスナイス、お風呂のチャージャーいる、え、めっちゃやったんだけど、やった、ナイス、3枚やったんじゃない、乗っていい、乗っていい、乗って乗って乗って、俺乗るわ、ここ前詰めます、はい、プロやり、佐藤さんがこのゲームで一番レートの低い武器を使った、危ない、攻撃をしよう、うん、ごめんなさい、まあでも関門突破したのでかいですね、関門突破したんで、ぬる武器じゃないこれ、あー2枚やったけどごめん、チャージャーにやられた、やった、大丈夫、十分よ、いやプライこのさ、スプリンクラーみたいなやつってさ、はい、どういう置き方がいいのこれ、広いとこか高いところに置くといいですね、壊しづらいんで、あと塗ってないところに塗ると、あ、置くとめちゃくちゃスペシャルたまります、結構あと敵に向かって投げても意外と邪魔っすよそれ、あの要するにダメージ判定もあるし、かつその相手からしたらあれなんで、それっす、先生乗ろう、乗ろう、乗り、いや黒がね乗ってんのよ、オッケー、全部2枚落ちね、2枚落ちね、やってないっす、2枚落ちね、乗り乗り乗り、俺乗っとく、左上、風呂左から来て、じゃあ後ろで止まってるわ、おぉ、いやぁ、うわぁごめん、くそぉ、いや大丈夫です、あー惜しかったな、いやーごめんなさい、小池乗りでもいいかも、次、了解、ザップで乗りながらのインカーも入ってくるからね、乗ったら撃たねえんだよな俺全然、よし、いやいや、いたんか、ザップが一番後ろにいる、やった、はーい、これ敵陣行っちゃうんで乗っといてください、お願いしまーす、敵陣で暴れてきまー、あいだ、うわマジかこれやられたー、ザップかよ、左からザップ来る、あーごめん、ナイスナイス、チャーシャウゼボンボンで牽制しましょうか、ほいほいほい、これができるからスライドは強いのよ、はい、はい、ルイド、ナイス、もうめちゃくちゃに体入れてる、今の体入ったね、今の体完全に入れてましたね、体入れてた、ブロッキングした、ブロッキングブロッキング、うん、くそ、ナイス、これ一回ノリノリ、あー参ったか、じゃあ降りると左来るからね、でも何か、小木さんの後ろやり、無視だよ無視、そんなもんは、左来るよ、あーチャージやったけどごめんなさい小木さん、全然いいよ、あー左来る、お出浮きところで引いて、ナイスナイス、ノリ俺は前行きたいかった、大丈夫大丈夫、体入れてくよ、体入れてくよ、ナイス入れ、ナイス入れ、体入れて、体入れながらやる、フライナイス、もう一枚ナイス、あいやいいよ、でかいよ、その2対1交換、富士さんが貯めて終了よ、もうこんなもん、あーもう貯めて、 で俺が飛ぶ、そのだけのターンです、何もしないだらけた感じ、最後は最後になりました、素晴らしい、どうですかサロさん、その武器は、
でも強いのかな。まあ、あーでもすごい13キル強い。ダメージがやっぱそれ二角武器なんで60ダメージぐらい入るんで、うん、一発で。これのなんかあれはないの、ボムが違うやつは。ありますよ。そのボムが違うのがあのシールドって言ってちょっとむずいんですよね。デコっていう96ガロンデコってやつなんですけど、